今から数ヶ月前、我が家にピンポンがやってきました。こちらはですね、ヒメツメガエル、カエルなんですね。狭いところが大好きで、いつもですね、このように、頭は隠すんですが、お尻は隠さない。<laughs> 見た目がね、ピンポン玉そっくりのところから、ピンポンと名付けました。今回お話しするのは、 ピンポンとヒゲさんのの小ささな友情の物語ですピンポンポとヒゲさんはどっちが先にアタックしたのかというとこれは令和5年の12月30日の動画なんですけれどもあのヒゲさんだったんですよね一番最初は <laughs>。ピンポンはもうヒゲさんうざいと思ってたのかもしれないですよね。来るともうどんどん逃げちゃってはい。 <laughs> あのハハさんね、あの結構強引だったんですよね。まあ、この頃は「ヒゲさん」って呼んでなかったんですよ。「土壌って呼んでたんですけど土壌が名前だったんですけどコメントで「あの土ウさんって名前ないんですか?」っていうことで「あの土ウ」ってのが名前なんだよねっていう話をしたんですけど、まあ、そ,れそれだとちょっとあのみんなピンポンとかいろんな名前があるのに。 <laughs> あのそれよあれかなっていうことであのヒゲさんって名前ができたんですけれどもヒゲさんのねこのアタックはねすごいんですよねもう相当ピンポン好きなんだなっていう感じがして <laughs> こうやってあの有名な映像なんですけれどもあの顔をこう吸っちゃうっていう、うん、ディープキスですよね。あの映像はねここでで生まれたんですよ 令和五年の十二月三十日いきますよ。はい、見ててくださいね。えー、っとそろそろかな。そろそろか来た来た来た。これ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 だったんですよね。令和五年の十二月三十日に生まれたんですよ。あの映像は。ああのですね。この赤ちゃんなんですけど、まだ名前が。 決まってないんですよ。もしよかったら、どうでしょうか。一本だけどうですか。<laughs> 一本だけ。あの。まだ赤ちゃんだからね。はじめまして。美味しいよ。美味しいよ。どうですか。食べてみませんか。 どうです、おっとー <laughs> <laughs>